マーチンベーカーメガバイト5マーチンベーカーメガバイト5はイギリスのマーチンベーカー社が第二次世界大戦中に開発した一連の試作戦闘機の最終型である。テストパイロットがその素晴らしい性能を称賛したにもかかわらず、メガバイト5は同社の以前の試作機と同様に量産には入らなかった。メガバイト5は実際にはマーチンベイカーメガバイト3の試作に合機として 作られた。これは、A 航空省の要求仕様 F18-39 に応じたもので、時速400マイルパーアワー以上で飛行可能であり、イギリス空軍向けの便称で頑丈な戦闘機として設計された。1942年に、メガバイト3の試作初号機が墜落し、バルベーカーが死亡すると、試作2号機の製作は遅れることとなった。 ロールスロイスグリフォンエンジンを搭載したメガバイト3はメガバイト4として計画されたが全く新規に設計し直されることになった。メガバイト5と命名され再設計が行われた機体は主翼はメガバイト3と似ていたものの全く新しい交換性の胴体を持っていた。出力 2340HP のロールスロイスグリフォン83駅例。 V 型12気筒エンジンが3枚ブレードの二重反転プロペラを駆動し、車輪間隔の広い引き込み式膠着装置を持つ主翼内には武装として4門の 20mm イスパの機関砲を備えていた。メガバイト5はメガバイト3の製造契約と同一の契約のもとで制作された。メガバイト5の試作機は1944年5月23日に 初飛行を行った。性能はテストパイロットには欠失したものと考えられ、そのコックピット配置は航空機、並走実験機関により称賛された。着脱式パネルのおかげで、整備のための胴体へのアクセシビリティは素晴らしい、ものであった。当時、英空軍の航空機、並走実験機関に所属し、また、英国で最高の曲芸飛行パイロットの一人とされていた。 ヤーノシュズラコースキは1946年6月のファーンポロー国際航空ショーに参加した。彼はメガバイトマイナス5があらゆる面でスーパーマリンスピットファイアよりも優れており最高のレシプロエンジン戦闘機だと考えており実際にメガバイト5を操縦して劇的な飛行を披露した。この飛行機は ドイツに展開する飛行隊への配備開始に間に合うように量産が認可されたが、英空軍の注目はターボジェットエンジン戦闘機の方へ向きを変えており、メガバイト5の発注はなされないままであった。おそらくメガバイト5が量産に入らなかった理由の一つは、ファーンポローにて英国機や路角ドイツ軍機のある重要な展示飛行が行われた際、首相ウィンストン・チャーチルや 空軍最高司令官、その他の VIP 招待客の目前で、メガバイト後のロールスロイスグリフォンエンジンが停止したことであった。マイケル・ボイヤーが述べている、もう一つの理由は、マーチン・ベーカー社には量産施設と政府の十分な援助が不足していたというものである。メガバイト後の開発進捗の遅れは施設の不足に起因していた。オリジナルのメガバイト後は、 射撃訓練場で破壊されたと言われている。マーチンベーカー社は世界でも有数の射出座席の製造メーカーとなっている。完成間近のメガバイトこのレプリカアメリカ合衆国のリノでは、ジョン・マーリンの手により、ノースアメリカン P-51 マスタングの主翼を使用して部分的なレプリカが製作されている。2006年の時点でウェブサイト上の表記では、 完成間近とされ、2010年には、タクシングする機体の写真が公開され、ほぼ完成と述べられた。J&S ファイティングエアクラフトオブワールドウォー、ブリティッシュエアクラフトオブワールドウォー2、ありがとうございます。